山形京は、日本のアートディレクター、グラフィックデザイナー、元市制度宣伝制作室長、部長、元玉美術大学グラフィックデザイン学科教授、大阪芸術大学グラフィックデザイン、学科客員教授。1953年、大阪府大阪市生まれ。1976年、大阪芸術大学芸術学部デザイン学科卒業。同年、 株式会社資生堂にグラフィックデザイナーとして入社。1982年、宣伝部初代アートディレクターとして、パリに駐在。セルジュル・タンスと資生堂のグローバル、イメージキャンペーンを競争。1987年、アートディレクターとして、イプサや資生堂、ホワイテスの立ち上げ、資生堂の国内外ブランドの広告や、コミュニケーションデザインを担当。並行して、 上田義彦や田原圭一の写真集など、資生堂以外のデザインも手掛ける。2002年、4月より、桑沢デザイン研究所講師。2004年、資生堂宣伝部デザイン統括部長。同年4月より、武蔵野美術大学資格伝達デザイン学科講師。2005年、資生堂宣伝制作室長、部長。コーポレートスローガン、一瞬も一生も美しくを。 開発、提案。2008年、大阪芸術大学グラフィックデザイン、学科客員教授。2011年、資生堂大社。同年、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授。武蔵野美術大学資格伝達デザイン、学科客員教授。2020年、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン、学科教授退任。 同年、同大学大学院客員教授。松岡聖吾山形起用トークイベント。青山ブックセンター。2020年3月20日閲覧。グラフィックデザイン学科多摩美術大学教員紹介。www.tamabi.ac.jp。2020年3月20日閲覧。教授山形起用。 www.tamabi.ac.jp2020 年3月20日閲覧 ABC ストーリー、多摩美術大学グラフィックデザイン学科多摩美術大学教員紹介 www.tamabi.ac.jp2020 年3月20日閲覧 AB、多摩美術大学教員業績公開システム山形企業 f a c u l t y t a m a b i a c j p 2020年4月1日閲覧ありがとうございます。